ロチエは台湾人の児童文学者、東京ホルモサ婦人会代表。夫は台北中日経済文化代表どころ代表を務めた教育会で夫と共に台湾独立運動に関わってきた。ペンネームは小赤根、ね。1936年、日本統治時代の台湾生まれ。1955年に訪日し、翌年国際キリスト教大学へ入学。 1961年、当時早稲田大学留学中の元予会と知り合い、結婚。同時に、夫と共に、台湾独立と民主化運動に関わる。このような活動のために、1962年には、当時の中華民国大使館により、夫ともどもパスポートを没収される。台湾への強制送還の可能性もあったが、周囲の協力により免れ、以後およそ40年に及ぶ。 事実上の亡命生活を送った。その間、台湾における政治犯救援を訴え、アメリカに渡って独立運動の声アナウンサーや台湾抗論法の記者なども務めた。その後台湾の民主化が実現、1992年に刑法100条の内乱罪が改正され、いわゆるブラックリストが解除されると翌年帰国。2004年には、 夫の台北中日経済文化代表どころ代表就任に伴って再訪日した。2008年6月17日、夫が台北中日経済文化代表どころ代表を辞任したのに伴い7月に離日。現在は台湾の台中市に居住。校舎は国立国会図書館の書士情報による。ありがとうございます。